宮城県気仙沼市で音響作業をやっていますタクビーの伊藤と申します、えー、この様子は気仙沼ストリートライブフェスティバル、えー、復興小町ステージの、えー、音響作業の様子となります、えー、このようにですね、えー、まあ、ストリートライブの形で、えー、たくさんのミュージシャンが出演されました ステージの様子を見てみましょうステージはですねご覧のような形になっておりまして転換があの非常に多いのでたくさんのバンドが出るのでできるだけステージ上はあのすっきりとですねさせていますで、次にミキサーの様子ですねミキサータクはご覧のようにですねま基本的に8本のマイクでミックスをしている状況です でこちらはグラフィックイコライザーハウリング防止のグラフィックイコライザーと CD プレイヤーリバーブなどが見えます。はいご覧のような形で気仙沼のですねまあ町中で全部で6回以上ステージを作ってこのようなライブイベントを開催しました。私は復興小町タイヤ通りさんのステージでこのような音響をさせていただきました。ありがとうございました。